今回のアンブレラは名前がバキなんちゃらだい。バキリエルと申します。バキさん、わかりますか。火種は立派になってから作りや。サシでやったら俺とお前どっちが強い。十中八九わしじゃろ。それからあれだ、新しい後輩が来るうち。やったー。来いってクソ楽しめる。じゃあまずはわちのネタがまずわかるかどうかっていうのを。ついに俺にも後輩か。ヘリよ。でかいでかいか、全部教えてやろうえ。まあ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 、まあ、ごめん。でもなんかでもわちたちが後輩だから教えるって言ったら、スンさんがいや、ちょそれはみたいな。それはとか言ってなくて、なんかいや、ちょそれは俺のだからって。俺のだって言ってないって。俺のま、俺のま、俺の主人。スンさん、まボスボスボス、スンさんおめでとう。もうおめえ、変のお前言ってるわ。先に言え、そういう関係だった。スンに春が来た。でもしっかりとね、まあ一番同期に近いというか一番近いんで、俺らが支えられるとこもあるかなと思って。スンさん、まあそうだ、教えれることは教えてやってくれ。そうだよね、スンさんの独占欲かな。え、何、まだもうちょっとしたら来たら。あ、オッケー、ほらね、チャルレッツカイオでいくん。あ、まあそう、だって名前がバキなんちゃらだい。そう、え、めっちゃ完璧やん。そうだよ、だからこれバキとレッツカイオ。俺普通にこれで分かんなかったらブチ切れる。確かにな、うん、バキって名前にしたからにはそれ分かってほしいやな、さすがに。そのネタさすがにね。いびろうとしてるやん、いきなり。それやったらいびろうとしてるやん。おはよう、今唐揚げくんとかね、めっちゃでかいよ今。え、でかいぞ。そう、え、今そんななの。え、唐揚げくんでかいの今。今なんかあの増量中みたいな。全部ローション 48% やんな。ローション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 の唐揚げくんがでかいの。熊本さんツッコミ早すぎる。なんで俺が手錠されんねん。レディア、ローションを混ぜなさい。ローションの増量中ね。ローションはよせ。今ちゃん何やってんだ、ジジイ。それでマジで。チャル、それでいくの。え、そうだ、チャル、スーツの方がいいと思うぞ。え、いやいやいや、いやいや、やっぱだってわちよりキャラ濃いって言われたらもう負ける。いやいや、負けちゃいけない。それでいく、対抗しえって。私はこれで一向に構わん。全然私がやったらなんかおかしいだろ。向こう視点、あの人だけ違う人なんかなってなった。いやでも逆にあの人だけ、いや、バキ大好きだったら、え、このチームレッツカイオおるやんって。もう超嬉しい。まあつかみはいいかもね。あ、来た来た来た。でもあんま仲良くないすぎるとスンさんが来た。あ、来た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 。いらっしゃい、ダリエル。いらっしゃいな。そうですかね、チャル君、この方です。じゃあ、こい、はい、リエル、自己紹介を。バキリエルと申します。これからお世話になります。よろしくお願いします。よろしく。よろしくお願いします。私は一向に構わん。自己紹介していこうか。うん、そこの、そこ、一番目立ってんの。はい。最初でした。中国4000年の歴史。そっちか。海洋の称号をもらい、日本に来ました。バキさん、わかりますか。わかりますか。いとまじか。ちょっとわかりますかこれ。わかりますか、わかりますかこれ。ありがとう。わかる、まだわかんないかもしれない。え、ほら言ったじゃん。お待たせしました。ほらやったわこれ、やったわ。リエル、リエル、街に来る前に何のことかわからないけど。あ、いや知ってるんだね。じゃあ今30くらい。まだ30か。まだ全然だ、全然だ。まだ出てきてないか俺は。ほな次左から行こうか。と GBC 所属、現アンブレラ同期担当。担当え、ん、25歳伊達崎正宗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とカニメイトやってます。アンブレラ製薬担当、人体実験が趣味です。博士ジジイと呼んでください。どうも。セクハラ担当？制約言うだろう。だからローションか。お前ら一回耳鼻科行け、耳鼻科。お前全然行け。ローション担当。アンブレラクマ担当、クマさんじゃないです。お願いします。よろしくお願いします。クマちゃん。クマさん、クマちゃん。お願いします。どうも、アンブレラの新人担当、ヨウです。そうですね、リエルさんとは一番近い世代なんですけど、まあ一つ言えることは、本当に火種は立派になってから作りや。よく言えたな。よろしくお願いします。それではよろしくお願いします。お願いします。主にクラフトとか、あの銃の管理とかしてます。カレンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。我が輩アンブレラ、我が輩担当です。キャプテンを脇やっています。まあそうですね、我が輩を担当しているのは、ひとまず色ボケ、うん、これについては一応博士号持ってるんで、いろいろ聞いてください。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、よろしくね。マキオさん、クマゴリラです、本職です。本職の方、その筋の方ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ俺が行くか。オッケーオッケー。打ち合い屋敷にゃんこすきです。よろしくお願いします。たまに長期冬眠します。よろしくね。よろしくお願いします。アンブレラの栗まんじゅう担当です。栗まんじゅうさん、ジェイクです。よろしくお願いします。おろし上げ大好きです。あ、そうか、スンは分かってるか。スンさん、もうスユキって言います。まあ、担当ないですけど、まああの犯罪系とかお金稼ぐ系で困ったら言ってくれれば教えます。よろしくお願いします。うちの武力担当だこいつは。なるほど、よろしくお願いします。セクシー担当、セーブスキー。よろしくお願いします。待て待て、やり直せる担当。やり直せ、一からんかい。誰も思ってね、誰も思ってね、そんな1ミリも思ってない。そうだな、じゃあまあチャイナ担当っていうのかな。何言ってんだこいつ。ふざけるな、顔だけにしろ、本当に。中国なんてどうだよ。何でも聞いて。よろしくお願いします。アンブレラの、ハウジングとお兄ちゃん担当してます。チャレンジかけてます。お兄ちゃんなの。あのさっき紹介預かったあのカレンさんの実の兄やってますんで。実はやってる？実はもうやってる。やってる。やらせていただいてるんで、なんか色恋の匂いとか感じたら僕に報告してください。やめてお願いします。スノーフェラ、よろしくお願いします。アンブレラ、ようこそ。もう一人増えた。あれ、いるな。地下競売オークション担当。現役旅団団長、クロロロロロだ。多いな。なあ、バキリエル。一つお前に聞いていいか。いけるか？差しでやったら俺とお前どっちが強い？残酷だって。無理だよ女の子。無理。アリアヌ詰めねえわ。十中八九わしじゃろ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや普通に笑った。ちょっとちゃんとした方を出すか一回さすがに。はい、じゃあリエルちゃん、私がアンブレラボスアルフォートウェスカーです。はい、ボスよろしくお願いします。アンブレラに入るからにはやはり、はい、ね、みんなのためにやってるんで、うちは。はい。クラフト頑張ったりだとか、はい、自分にできることを少しずつやってもらって、はい、で、分かんないことはすぐ聞いて先輩たちが教えてくれるから、はい、徐々に成長していきましょう。分かりました、はい、頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほな、じゃあ雇いに行きましょうか。うちにカニお願いします。アジトに行きましょう。よし、ヘリあるぞ。こんにちは、ダイ。本当？クマゴリさんも入ってる。本当に第一村人でお会いしたんですよ。そうだよ、そう、合ってるんだよ、わち。なんか、そう、道端で逃げてきたとかはここでいいんじゃない、適当に。うわぁ、お久しぶりです。そうだよ、わちもあの後アンブレラに入った。並べ、時間ないぞ。そうだよ、チャルロス聖大、よろしくダイ。お願いします。こちらは、これで、スラッシュユニオン、打ってみて。はい。わあ。これでアンブレラです。おめでとう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくだえ。すごい後輩ができたえ。これでもう死ぬほど打ち合い強かったらどうしよう。